旦那の元同僚の話。知り合い A 氏はビピザのオタなんだが、ぽっちゃりした可愛い感じの子と結婚。一時を設けて幸せにやっていた。だが A 氏はいいやつなんだが口下手で、外見や趣味もあって社内の女ともに嫌われていたらしい。ある時社内の貴団と不倫してたバカ OL が貴団からのお花畑メールを婚約者に見られた。やばいと思ったバカ OL、 A 氏にストーキングされてると彼氏に弁明。その上社内で A 氏にセクハラされてると言いふらした。そしたらバカ OL の仲間ともが私も私もと言い出し始めたらしい。バカ OL に協力してたのか A 氏のことを嫌っていて尻馬に乗ったのかはわからない。旦那や同僚たちもかばったが焼け石に水の状態だったらしい。 A 氏は自分は結婚してるし嫁を大事に思っている、見るやつはちゃんと見てくれてるから自分が潔白だと分かってくれるだろう。そんな風に旦那や周囲の同僚に言っていたらしい。婚約者に問い詰められたバカ OL、 いろいろと嘘を大げさにしていくうちにバカの彼氏が信じて社長に嫁した。社長はこれを大問題だと言って A 氏とバカ OL を呼び出す。 A 氏は否定したがバカ OL は譲らず、社内にセクハラの噂が広まっていたこともあり A 氏は部署を移動させられた。しかし若彼は気が収まらず友人嫁と嫁両親に伝達した。どうやって調べたか不明。嫁両親、嫁を実家に無理やり連れ戻し離婚届を書かせた。そしてそのバカ OL は結局鬼彼とのことがバレて首足す婚約破棄。鬼彼も降格させられ離婚騒動が起きたらしい。離婚したかは不明。でも社長も友人の上司も潔白が分かってなお A 氏に謝罪もなく、むしろ臭いものに蓋をするように社内で冷遇を続け、結局 A 氏は会社を辞めてしまった。その後 A 氏は嫁両親と話をして A 氏が会社を辞めたこと、子供は母親と引き離すべきではないということで離婚に応じ、親権を嫁にしたらしい。その後田舎に引っ込み親の自営業を手伝うことになった。不憫に思った旦那や同僚たちは嫁親に事実を伝えに行ったのだが、これ以上娘を傷つけたくないとか孫が周りにどんな目で見られるんだとか言って嫁に真実は伝えられなかった。 A 氏の止めは孫を抱っこしたまま話さず、孫が可愛いからじゃないかと思えたらしい。その間 A 氏は今も養育費を毎月嫁に送り続けていた。が、ある時、元嫁が再婚することになって、嫁親が A 氏に二度と連絡しないでくれと言ってきたらしい。これに A 氏がブチギレたる。というのも、嫁は子供を実家に置いて再婚することになったからだった。A 氏は、嫁はうつ病で部屋に閉じこもっていると嫁親から聞かされていたらしい。相手は嫁親の経営してる会社の部下で、 A 氏結婚式の打ち合わせの場に乗り込み嫁を奪還。その場にいた宇都と婚約者の関係者ポカーン。さらにその勢いで実家を襲撃し、止めから子供を奪って車で逃走した。その後数日行方知れず。 A 氏のことを嫁の婚約者側に聞かれた宇都、知らない奴らと言ってしまい、警察沙汰になるが、取り調べをしているうちに宇都の嘘がバレ、大恥をかいた。その後、A 氏と嫁、子供は A 氏の実家で仲良く暮らしているらしい。宇都めとは絶縁したそうな。